おっす、サトチンです。今回紹介するのはこちら、新発売のドラゴンボール66アクションフィギュアです。はい、いつもは仮面ライダー系が出ていますが、今回はドラゴンボール回です。アソートはこんな感じです。孫悟空が3体、ベジータが3体、孫悟飯が1つ、トランクスが3つ、ご飯だけがレアアソートなんですかね。はい、それではまず孫悟空、1番の孫悟空から開けていきます。裏の画像はこんな感じになってますね。手のひらサイズのスーパーアクション。それでは開封していきます。オープン。おお、ちっちゃなランナーが1つ、そして部品。はい、組み立て終わりました。いかがなものでしょうか。体全体のバランスは結構いいですね。顔はまあまあです。ちなみにグーのバージョンとパーと構えのポージングの指があります。可動域は触眼の割にはすごくいいですね。さすが66アクション。いろいろな関節が曲がります。足も結構上がりますね。なかなかいいですね、この可動域。素晴らしいと思います。悟空、1番の悟空でした。はい、次に2番のご飯を開封していきます。今の状態でちょっとおでこは広い気がしますね。しかしご飯は1体しか入っていません。開けます。悟空と同じランナーですね。そしてご飯。はい、ご飯が組み立て終わりました。いや、めっちゃかっこいいね。稼働するフィギュア、稼働しないフィギュアもいいですが、動くフィギュアもいいですね。おお、いや、いいね。やっぱドラゴンボールはいつ見ても楽しいです。はい、次はついにベジータ様、エリートベジータ様を開封します。戦闘服を着てみますね。お、ランナーが白い。部品はこんな感じです。はい、ベジータ様はこんな感じです。今にもビッグバンアタックやファイナルフラッシュ打ちそうな顔してますね。いや、いいね。エリートのベジータ様、いいね。ベジータ素晴らしい。最後は4番のトランクスくん。まだゴリマッチョになっていないトランクスくんですね。トランクスくんもベジータと一緒な服ですね、戦闘服。はい、トランクスが組み立て終わりました。いや、かっこいいね。こんなポージングにしてみました。裏はこんな感じです。髪が縛ってあります。おい、悟空、ご飯、ベジータ様、トランクス、どれも素晴らしいスーパーサイヤ人です。以上、新発売のドラゴンボール界66アクションフィギュアコレクションの紹介でした。気になる方は買ってみてはいかがでしょうか。ドラゴンボール好きにはたまらない一品です。それでは皆さん、また会いましょう。じゃあな。